マーケティングの話しますか。この前愛媛でマーケティングの話したんですよ、多分。で、マーケティングって何かみたいなね、話になった時に、それこそテクニック論とか、めちゃめちゃあると思うし、そういうのを学ぶっていうのは超大事なんだけど、僕は逆にそのマーケティング理論とかなくて、本作ったりラーメンやったり、サウナやったりしてますが、で、僕の中では、まあ、そういう本とかを読んで、あ、なるほどな、みたいな、あ、自分も無意識でやってたなってことを言語化するっていうのはすごい大事なことだと思うんだけど、なんかそれを座学で学んで、ただ形だけ真似ても多分難しいだろうなと思って。腰が入ってない、ローキックみたいな話ですよ。とにかく強く蹴れと。フォームとかはそれからだ、っていう話ですね。何が言いたいかっていうと、マーケティングの本質っていうのは自分が本当に未然にを、出すものを作ってるかっていうことに向き合うってことなんですよね。本当に自分が金を出すか。で、うん、出すね。とか、あ、自分も欲しい。みたいな、こんな軽いやつじゃダメなんです。本当に金を払うか。で、欲しいとか、買いたいとかから、実際にお金を出すまでってすごい意外と溝があって、本当に出すっていうのはめちゃめちゃハードルが高いんです。クラウドファンディングとかでも応援しますとか頑張ってくださいとかってみんな言うんだけど、実際にそこで本当にポチってやってクレジットカードで引き落とすかっていうと結構そこの差ってあって、本当に未然を出すかっていうのを考えるべきだと。で、本にしても、例えば僕で言ったら本、よくミノワの本薄いとか言われる、揶揄されたりもすることがあるんだけど、それってなんか文字数少ない方が売れそうとかっていうマーケティングで入ったわけじゃなくて、僕自身一冊本読むのしんどいんですよね、ぶっちゃけ。10万字とか。もう6万字ぐらいでいいし、なんなら、もうざっくり言ってくれよっていう感じが多いんです。特にビジネス書とかは。なんか、一つの主張をいろんな表現で繰り返したり、一つの主張に対する具体例を3つ4つ挙げたりして、もういいよ、分かったからっていう感じで、僕、国語が得意なんで、要約がめちゃめちゃ得意なんで、すごい要約しちゃうんですよ。これとこれって同じ繰り返しだから、2個目読まなくていいよねとか、この主張とこの主張って同じこと言ってるよねみたいな。でも、まあ読者に分かりやすく深く伝えるために、そういう手法が本では行われるんだけど、何回も何回も同じことを、大事なことは表現を変えて言うと。でも僕にとってはそれが必要なくて、あ、もう分かったわってなるんですね。言わんとしてることは。僕のいいとこでもあり悪いとこでもあるんですけど、対談とかで、あっちが喋り出した瞬間、ああ、そういうことっすよねって言って喋っちゃうみたいな。もう一言目で、あ、何をとしてるかわかるみたいなのがあって。で、本でもそれ、読んでるときそう思って、あまりにもそれが続くともう、うるせえな、長えなって思っちゃうと。だから僕の自分が本買いたいなと、自分が未然に切るって言ったときに、もうできるだけスッパ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 切って、もう半分ぐらいの分量にしようと思って作ったの。で、それがたまたま僕みたいに思ってた人が10万人とか20万人とか30万人とか何十万人もいて、皆さんの本読みやすいとか、皆さんの本だったら読めるみたいに言われる風になってきたと。それが後からマーケティングで語ると、今のこのタイムパフォーマンスの時代にこういうやり方は合ってるし、 SNS にも受けるとか言うんだけど、そんなことは考えてなくて、本当に自分が欲しいもの、自分だったら買うものを考えてただけと、いう話ですね。だから皆さんもいろんな商売やってると思うんだけど、例えばラーメン美濃屋もそうで、別にラーメン食べるって時ってもう諦めてるわけですよ。酔っ払ってたり、もう今日なんかのご褒美だったり。僕にとってはね、なんか日常的に食べる人もいると思うんですけど、僕はできるだけスポーツやれるような体でいたいから、もうラーメン食べるときってもう自分に負けたときなんですよ。だったらもうとことん体に悪くてもいいし、中毒になるようなものをラーメン屋として出したいと。じゃあヘルシーとかいらんと。で、ヘルシーだったらサラダ食べるわという感じで、だからラーメン美濃屋のコンセプトは分かっちゃいるけどやめられないとか、後悔するため生きているとか、そういう言葉にしたんですね。とか。まあサウナランドもそうで、まあサウナ入るときってもう、それも同じで、なんかを諦めてるときで、どうでもいいんですよね。小難しい話は。とにかく自由で、
何でもいいやって思える場所を作りたいみたいな。みたいなことで。自分がそれだったらお金出すなと。ね、実際に買うなと。そういうのをやっていくと、確かに自分もそうですっていう人が現れるという感じなんじゃないかな。だから皆さんもいろんな商売してると思うんですけど、自分だったら買うかって。なんかマーケティングとか取って、20代 OL のなんとかとかってやってもしょうがなくて、自分だったら買うかっていうのを突き詰めた方がいいんじゃないかなと思っております。